モゴンタの歴史ジャーナル。どうして海から来たの？縄文時代から続いています。私たちの風習の伝統。穂高神社。はい、こんにちは、モゴンタです。どうも、歴史ジャーナル3回目の動画になっております。今回も引き続き長野県安曇野にある穂高神社、穂高神社のお船祭りを見学した時の動画になっております。去年の夏に北陸の能登を旅したことにより古代の日本海を使った交流の跡を垣間見ることができ、その流れに乗ってこの長野県の安曇野に来ております。そしてこの安曇野の穂高神社で行われているお船祭りがどういった言われのある神事なのかを調べていく中で、この安曇野を開いたご先祖である安曇氏を調べていきましたので、アウトプットしながらおしゃべりしていきたいと思っております。それではこの穂高神社のお船祭りを見ながら安曇野氏についておしゃべりしていきます。はい、それでは穂高神社のお船祭り、そのお船祭りの由来から見ていこうと思いますが、まずこのお船祭りは白すきへの戦いで戦死した安曇野平夫と呼ばれる方の追悼の意味で行われているお祭りと言われているそうです。で、安曇野平夫はとても謎の多い人物であるようです。この白すきへの戦いが行われたのは天智2年663年のこととされているようです。朝鮮半島の白すきへで行われた百済復興を目指す日本百済移民と唐新羅連合軍の戦いのことのようです。簡単に安曇野平夫さんの経歴を出しておきますが、この安曇野平夫という人は複数回日本から朝鮮に渡っており、そして白すきへの戦いでも軍を指揮する形として朝鮮半島に赴いて白すきへの戦いで戦ったとされているようです。で、この戦いで戦死したとされているようです。そしてこの戦死した平夫を弔うお祭りがお船祭りと現代では言われているようです。ということは、この当時の安曇氏のリーダーである安曇野平夫が戦死したことを弔っている祭り、つまりリーダーを弔う祭りがここ穂高神社で行われているということでしょうか。ではこの平夫をリーダーとしている安曇野氏はどこから来たのかというところも気になりましたので、一冊の本を読んで調べました。で、それが亀山勝さんが著されている弥生時代を開いた安曇族という一冊の本から本を読ませていただいて調べてまいりました。弥生時代を開いた安曇族によると、この安曇氏は中国春秋時代の呉の人が紀元前4世紀頃から中国から移動してきたと主張されております。この中国春秋時代というのを詳しく見ていきますと、中国の歴史時代の区分の一つであるということです。具体的に言うと、紀元前770年から紀元前403年を指すそうです。これには諸説あるそうです。地図上の清、新、呉、越、蘇の勢力が強く、春秋の呉派と呼ばれる
強国になっていたようです。そのうちの一つがこの五の国ということですね。で、その中でも五と越は激しく争い、紀元前473年に越が五を滅ぼす形でこの国は滅んだというそうです。そしてその時に逃げて、海を渡って逃げた人々が日本に渡ってきたのではないか、それが安住氏の祖先であるのではないかと主張されているようです。で、その五の国の人たちが日本に渡ってきた、その渡来の根拠として、その一つはお米の伝来、もう一つは養蚕技術、これ絹を作る技術ですね、蚕、蚕を使った絹製品の生産技術、もう一つは鵜飼漁法の伝来、もう一点に中国の歴史書に和人、当時日本のことを指す和の国の人々が自ら太白の跡、太白の跡と語ったとされているようです。太白というのは五の建国者、五の国の建国者であり、その後継だと自分で語ったと記されているようです。そして五の国が滅んだ時に、五の国の人々が海を使って中国大陸を離れた場合、海流に乗ってどこへたどり着く、または海流の様子も日本に行くというふうに語られているようです。その地図はこちらになるようですね。それでは次は、その渡来の根拠とされているお米の伝播経路を見ていきます。といったところでしたが、その前に穂高神社のお船祭りの主役であるお船が神社に入ってきた動画を挟まさせていただきたいと思います。このお船、自分は思ったより、想像していたより大きく迫力のあるものでした。この2台がぶつかり合うというんで、このお祭りの期待は膨らんでいったところでした。それでは一度またお話は戻りまして、お米の伝播経路を簡単に見ていきますが、現在の定説では、今私たちが食べているお米は、お米の原産地は中国に流れる大河長江の中下流域であったと言われているようです。で、最近の発表で、お米の原産地は中国南部を流れる主江と呼ばれる川の中下流域であると研究発表がされたようです。これで決まりだと言っているようですね。で、いずれにしても中国南部であります。で、その日本への伝播経路については、こちらも現在の定説では、中国南部で始まり、それが中国を北上し、朝鮮半島を経由し、北九州へ伝わったと言われているようです。で、なぜ朝鮮半島を経由したと言われているかというと、このお米の水田稲作の遺跡や、稲作に使用される道具に連続性が見られ、それが日本に伝わってくるまでの間の連続性が見られるというところのようですね。その一方で、植物学的に見た場合、中国南部原産のお米が北上するには、開花から結実までが早い早生という品種がどうしても必要になるそうで、もともとあったお米の奥手品種から早生っていうのは突然変異で生まれてくるらしいのですが、早生から突然変異で奥手が生まれるというのはなかなか見られない、ありえないというレベル
らしくて、それで北上してまた朝鮮半島を南下し、そしてまたその南側の九州へ伝わってくるっていうのは植物学的から見たらありえないのではないかという主張をされている方もいらっしゃいます。これは中国から直接九州へ伝わったという根拠になるんではないかというお話みたいです。その中国から日本へ直接伝えたのがこの稲作が伝わったとされる時代区分に合うこの中国南部に国を建ててた呉の人、呉の移民の方が直接日本にやってきてお米を伝えたのではないか、それが安住氏だったのではないかという弥生時代を開いた安住族、お米の伝播経路と安住氏をつなげる考えのようです。時代区分とその植物学的に見た時のお米の伝播経路と、この春秋時代の呉という国が滅んで日本へ来たのではないかというところの道筋が合うのではというお考えのようです。そして次の根拠ですが、こちらは養蚕技術となっております。養蚕というのは蚕を使った絹を製造するという技術のことですが、私も全然知らなかったんですけど、養蚕が開始された時期というのは実際は不明だそうです。ですが古い時代の中国の歴史書の魏志倭人伝に倭人についての風習を言及したところがあり、そちらの方に婦人は蚕を買い糸を紡ぎとあるそうです。また弥生時代の遺跡から出土する刀子の鞘に絹が使われており、この頃にはすでに養蚕技術があったと言われているようです。また日本の最も古い歴史書ともいえる古事記において、神の国を追われたスサノオノミコトが大月姫のところに立ち寄り食べ物を乞うシーンで、侮辱を受けたと勘違いしたスサノオが大月姫を切ってしまう。切ったその大月姫の死体から穀物が生まれたりするわけですが、そこから同じく蚕も生まれています。この点から踏まえると、この養蚕技術、蚕を使った絹製品の製造というのは古い時代から日本にあったと言えるようです。ではその養蚕技術の起源はと言いますと、中国のようです。中国では中国を統治した伝説の皇帝のお妃様が養蚕技術を始めたとされており、蚕の神様として中国の皇帝の妃が祀られているようです。そしてこの養蚕技術は中国から日本へ来るわけですが、遺跡の発掘状況からは朝鮮半島を飛ばして日本に伝わった形跡があり、こちらも先ほどのお米の伝播のように中国から直接来た文化だと言えるとおっしゃってるようですね。で、これと同じような朝鮮半島を飛ばす中国から伝わった文化として鵜飼漁法、あの鳥の鵜を使った漁法ですね、こちらもどうやら中国から直接日本に伝わってきた文化じゃないかとおっしゃってるようです。私はこの養蚕技術みたいなのはもうちょっとあと10世紀手前とかのシルクロードとかがあった時代に中国から流れてきたものだと思っておりましたが、どうやら古くから日本に根付いてる技術
だったようです。そしてこの養蚕技術はその春秋時代の五の国の移民の日本へやってきた時の文化で、日本にやってきた時に持ち込まれた文化であるのではというお考えのようです。といったところで、このお船祭りの主役であるお船がぶつかり合うところをご覧いただきながら、今回の動画をまとめていきたいと思います。このお船祭りですが、よくよくいろいろ調べてみたところ、最初にお話しさせていただいたこのお船祭りの由来が、白すきへの戦いで戦死した安曇比羅夫を追悼する意味で行われているお祭りと言われていると言いましたが、そうではないと語られる、そうではないと主張されている人もいらっしゃるみたいです。で、このお船祭りですが、江戸時代には旧暦の7月27日に開催されており、そもそも安曇比羅夫とは全く関係がなかったと主張されている文章を見ました。そもそもこのお祭りは古くから行われていた子孫繁栄と五穀豊穣を願うお祭りであったと主張されているようです。で、この文章を読んで、自分はこのお祭りが実は縄文時代とか古い時代からあったお祭りが引き継がれているのではないかと勘ぐったわけです。実はこの安曇野市は縄文時代からの遺跡も多く、この地に入ってきた渡来系の人々と縄文系の人が溶け合って安曇族になったのではないかと素人ながらふと頭によぎったわけです。しかしまた別の一冊の本を読んで、そうではないなと思い知らされました。で、その本はアースダイバー神社編という本です。こちらを読んでみたところ、安曇野市と穂高神社に言及してあって、やはり奥宮を穂高岳とし、神奈美山とする信仰は古代の海人族の信仰をよく象徴したものであって、和人神道の理想的な形をとっていると書いてありました。これを示すもう一つの要因として蛇信仰があると言われています。他の古い文献によると、この祭りに立ち会うために穂高岳の神は小蛇に姿を変えて神主に憑依すると言われているようです。祭りが終わるとまた小蛇に変わってお戻りになるというお話です。この蛇信仰は動画前半の五の国につながるようです。この蛇信仰は古くは前述した時代の五や別の国によく見られる信仰だと言います。ここも安曇氏五神説につながってくるということなのでしょうか。この海の民の誇りとしてお船祭りの引き船という神事が継承されていると主張されています。ここまで聞くと、やはり海の民の誇りとしての船のぶつかり合いの神事であったということなのでしょうか。そして安曇野の町でよく見かける同祖神と呼ばれる男女の石像、こちらは夫婦になろうと誓った男女が実は兄弟だったために淵に身を投げたという逸話から男女像で祀ってあるという言われを持っていますが、この逸話の元になっている神話があると多くの民族学者が主張をされているようです。それは
中国南西部の洪水に生き残った兄弟という神話を元にしているというのです。この地は多くの者が海を渡ってきたことを表した伝説なのかもしれません。そのことを代表する氏族がまたは集団が安曇野市だったのかもしれないなと思いながら今回の動画を締めようかなと思います。旅をしながら歴史を垣間見れたような気がします。今回の動画はこの辺で終了させていただきますが、次の動画は今回いろいろ読者に費やす時間が多くかかりすぎ動画の更新が遅くなりましたので、今回の旅の宿泊地あたりの動画を紹介しつつ次回の動画を更新しようかなと思っております。それではよかったらまた次の動画見てください。それでは。